今回は論理クイズです。この問題に必要なのは論理的思考と発想力のみです。制限時間は90秒です。それでは問題スタートです。1問目です。大きな川の中ほどに砂ばかりの小島があり、岸から古い吊り橋が一つかかっていました。ある人がこの吊り橋で小島に渡ったのですが、いざ帰ろうと2、3歩橋を渡るとメリメリと音を立て、今にも崩れ落ちそうになっていました。このまま向こう岸には渡れそうにないし、川の流れが速く泳いで渡れそうにもありません。よべどよべど助けが来そうな気配もありません。こうして彼は20日間もの間脱出できなかったのですが、ついに21日目彼は無事に橋を渡って帰ることができました。さて、どうやって脱出したのでしょうか。終了です。正解は体重が減ったからです。砂だけの島で20日間、これは断食同様の生活です。彼は痩せ衰えて、すでに吊り橋を十分渡れる体重になっていたのです。論理的思考が必要な問題でしたね。2問目です。ある2人が負けたらその時持っているお金の半額を相手に支払うというルールでじゃんけんの勝負をしました。2回じゃんけんして互いに1勝1敗になったのですが、その結果2人とも所持金が1万円ずつになりました。さて、2人は最初いくらずつ持っていたのでしょうか。終了です。正解は1人が2万円、もう1人が0円です。この問題の解説をします。最初に所持金0円の方が負け、0の半分は0なので支払いは0円。次に所持金2万円の方が負け、2万円の半額の1万円を支払ったのです。冷静に考えれば分かる問題でしたね。以上で問題は終了です。あなたは何問正解できましたか。柔軟な思考力が必要な問題でしたね。おまけ問題です。可愛いユニコーンのイラストです。3箇所の間違いを90秒で探してください。
この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に URL を記載していますので、ぜひ答えをチェックしてみてくださいね。この他にも様々な動画を配信していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。